アンナ・フォン・イエスター・ライヒは、ポーランド王権スウェーデン王、ジグムント・サンセイ・バーサの王妃。ポーランド5名では、アンナ・オーストリア・クスカ、アンナ・ホップ・スポーツ・アンカ、アンナ・ラクルス・ザンカ、スウェーデン5名では、アンナ・エブイ・オステラク、アンナ・エブイ・シュタヤ・マルクと呼ばれた。オーストリア対抗カール2世と、マリア・アンナ・フォン・バイエルンの娘として、クラーツで生まれた。 兄に神聖ローマ皇帝フェルディナント2世、オーストリア大公レオポルト5世、姉にトスカーナ大公妃、マリア・マーッタ・レーナ、妹にマルガレーテ、コンスタンツェがいる。1592年5月31日、ジグムントと結婚した。この結婚は、ジグムントがハプスブルク家と同盟することを危惧する、ポーランド・リトアニア共和国の貴族たちに反対された。 ジグムントがアンナを迎えに、イェジーラジオユスーキ教をプラハに派遣したとき、国境を守るハンハプスブルク派のヤンザ・モイスキは、アンナ大公女一行の入国を妨害した。アンナは、妨害をくぐり抜けて、クラックフに到着し、王妃として退官した。2年後スウェーデンで、スウェーデン王妃として退官した。アンナは決して美人というわけではなかったが、ジグムントと仲の良い夫婦だった。 アンナは、かつての敵と友好関係を結ぶよう努力し、彼らの尊敬を勝ち得た。彼女の存命の間に、ジグムントは、ポーランドの首都クラクフからワルシャーに遷都した。アンナが、実家から連れてきた次女のウルシュラ・マイエリンは、夫ジグムント3世紀の愛称となったが、アンナもまた、マイエリンを親しい相談役としていた。アンナは、ッシクシシュトフを出産後に死去した。 ジグムントは、後添えとして、アンナの妹コンスタンツェと再婚した。ありがとうございます。